まあ、僕はもう浮世絵はまあずっと好きなんで、こういう研究所から買いますよね。この辺り普段誰もお客さんいませんしね、ゆっくり見れるでしょ。浮世絵はね、若干こうやっぱバブルの時がね、これね、こんなのも随分、この本なんかも多分古い本だと思うんですよ。古いっていうか、その1990年代の本じゃないかな。95年ですよ。あ、そうですね。でも最近やっぱ浮世絵のね、新作って、これなんか比較的新しいでしょうけど、そんなに新作っていうのは、この方はあの北斎の研究家の日本だと第一人者の方ですね、永田誠司さんって、あの太田あの記念美術館かなんか の副館長さんかなんかやってらっしゃる、あの方なんですけど、時間に15分遅れていってから、ものすごく遅られました。学者なんでやっぱりね、やっぱりまずかったですね。駐車場探してて、ちょっとこれから読売新聞の取材があるんだけど僕はみたいなこと言われちゃって、すいませんです、もう平謝りです。15分も遅れてきてますからね僕が。はい、じゃあここそれはでも置いといてください。だからバブルの時に比べてだいぶですね、減りましたね。減りました。だからこれなんかも随分古い本だし、でもやっぱり絵がいっぱい載ってて、面白い、研究所いっぱい買わないで、本当に興味ある人はやっぱこういう本をやっぱ買われるんじゃないですか。僕じゃなくても、あのヘンリー・スミスとか、日本のね、ちょっと長くなっちゃってごめんなさい、明治大正ぐらいのね、学者の、江戸芸術論なんていういい本が岩波文庫から出てますしね、それ永井荷風っていう人が書いてます。それから、高橋誠一郎っていうね、その方はまた江戸、まあ、そういう江戸っ子町のね、浮世絵研究家の方っていうのはまた別の意味ですごくいいんです。永井荷風とか高橋誠一郎とか、高橋さん文部大臣かなんかなった方でね、僕よく分からないんですけど、その人の本もすごく面白くて、今ちょっと絶版で新刊本屋では買えないですけど、神保町の古本屋さん行かないと買えないですけど、浮世絵はやっぱそういうとこが、まあ、この方とか、はい、ツアーのよ終わったまさに翌日なので若干声がかすれて聞きにくかったかもしれませんが、じゃあ次の場所に移りましょう。はい、陶芸の欄に